稲初の進むは、尾張国知田郡常コ出身の実業家、稲政党所を経営した。初代、稲長三郎は、常コ焼きで知られる、尾張国知田郡常コの陶芸会で名を残し、4代まで稲長三郎を襲名した。文久2年に生まれた稲初の進むは、それまでの稲家の家業だった陶芸には興味を向けず、近代的な洋行工場の経営を志向した。5代目、 稲長三郎は稲初の進むではなく弟の稲五助が襲名している。床滑のスクラッチタイルが用いられた帝国ホテルの内部設立年は定かでないが稲初の進むは個人経営の稲製刀所を設立し、称号を丸派として刀刊の製造を開始した。明治三十年代には伝来刊の製造も開始し稲製刀所は刀刊、伝覧刊、 タイルなどを製造した。1905年には燃料の節約に効果がある石炭用と誠焼き用の雪中改良用を創案した。1907年頃にはモザイクタイルの試作を開始し、1910年に名古屋市の鶴舞公園で開催された第10回関西府県連合共振会に出品。これは初めて日本で公式に発表された陶器モザイクとなった。 1912年には土管製造機を考案。1916年には鑑識タイルの機械製造法を完成させ、同年には帝国ホテルにスクラッチタイルを納入している。神戸の業者を通じて手で焼きのサリツや花瓶などを輸出し、東洋趣味の動きを見せていたアメリカ合衆国などで評判を得た。1911年からは稲製陶所とは別に、 次へ風江衛門と床滑か島口の投管製造共同工場を経営した。プロペラ式投管製造機からロール式投管製造機を発明し、稲初の進む名義で稲式土管機として特許を得ている。ここでは弟の稲久太郎が工場長格となり、またやはり弟の稲五助が工場作業に関わった。稲初の進むは、 積極的に製品の国外輸出を行った。神戸市に在住していた弟の竹村ゆ三郎を通じて取引を行い、運流模様を施した手で焼きの花瓶や傘立を輸出すると、アメリカ合衆国におけるジャポニズムに適合して、高評価を受けた。1916年には、乾式タイルの製法を確立させ、さらに、稲製陶所は、テラコッタの製造も開始した。 稲初の進むは二度にわたって、常波陶磁器同業組合長を務め、常波陶器学校の設立にも尽力した。1912年には、長男の稲長三郎が、東京高等工業学校養業科を卒業し、稲初の進むに代わって、個人経営の稲製党所を継いだ。稲長三郎は、養業界の重鎮だった、大倉和地下の援助を受け、 1921年5月1日に特命組合稲製闘所を設立。1924年に稲製党株式会社を設立した。稲初の進むは1926年6月11日に死去するまで稲製党株式会社の取締役を務めた。息子の稲長三郎。ありがとうございます。